H1 グランプリ。この番組はマッチプロライターまりもと、アイドルサニースパイスが6ヶ月にわたり日の丸グループのホールで実践。マッチプロライターまりもはホールの代表としてマチスロ実践、各ホールの出玉力を証明し日の丸ナンバーワンを決定。ほぼ全員初心者のハニースパイスはまりもの指導でパチンコ修行、実力をつけて最終戦でメンバーの頂点を目指せ。 H1 グランプリ、さあ今回も始まりました H1 グランプリでございます。今回で第4回目になりますけれども、今回の収録ホールさんは、日の丸新丸子店さんでございます。こちらは神奈川県は川崎市にございますホールさんですが、私、茨城出身で最初に上京して住んだのがこちらの川崎市でございます。まあ、もっと離れたところなんですけども、なので、まあ、ちょっとだけ縁があるようなそんな地域での収録ですが、さあ今回も素敵なゲストが来てくださっております。こちらの方です、どうぞ。担当佐吉こと菅谷咲です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅谷さん。はい。菅谷咲さん。はい、佐吉って呼んでください。佐吉。はい。やだ。やだか。ハニースパイス内ではあなたはどういったキャラというか立ち位置なんですか。一応担当はベイビー黄色担当ということになってるんですけど。ベイビー。はい。何なのベイビー担当って。その。いや照れられても困ったけど。なんですかね。あのその童顔と泣き虫とみんなの妹などいろいろ担当を、あ、そういうことね、あの言って、なんだろう、募集したところ、うん、そういう意見をいただいて全部含めてベイビー。でもほらなんかこう目とかちょっとすり目じゃないですか。すり目です。猫目。そうだから別に童顔とかベイビーって感じじゃないよね。そう、すごい言われるんですよ。なんか S っぽいじゃないですか。あ、言われます。過去、今じゃなくていいですよ。過去、はい、男性に対して、はい、でも結構 S っぽかったんですか。あ、そうだと思います。やっぱそうなんじゃないか。今日のお店は、駅を挟んでスロット館とパチンコ館が分かれてるんですよ。はい、だから一緒の店舗でやってれば、まあ、様子を見に行ってそこはこうした方がいいよとか言えるんだけど、はい、ちょっとね離れちゃってるん で、ね、なかなかそのコミュニケーションが取りにくい、はい、ということで、はい、僕から、まあ、とりあえずその初心者の方にまあ、アドバイスじゃないけどね、一言言うんであれば、はいはい、いきなり右打ちしないようにしてください。あのここら辺狙ってください。ここら辺を、はい、まあ、楽しんで実践してください。はい、そうですね、はい、今のところね、今のところあの1位も全然目指せるようなあの出玉のその差というかね、はい、1位の人がまだそこまで突っ走ってないんで、今日ぜひ1位目指して頑張ってください。はい、じゃあお互い、はい、お互いに頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、じゃ行ってきます。行ってきます。日の丸インフォメーション。今回の収録店舗は神奈川県川崎市にあります日の丸新丸子、西口スロット館と東口パチンコ館。西口スロット館は5スロ、10スロ、20スロ合わせて241台、東口パチンコ館は 0.5 パチ、1パチ、4パチ合わせて310台。各店舗の最新情報、大当たり情報は DMM パチタウンをご覧ください。さあ、では麻雀物語3見てみたいと思います。今日ね10日ってことで、まあ末尾ゼロの麻雀物語があったのでちょっと撮りたかったんですが、僕と同じことを考えているお客さんが、いたようで、すでに埋まっておりました。まあ、なんで前日前々日とへこんでる、台を撮ってみましたが、果たして、どうなるでしょうか。いわゆる新基準 AT 機と、言われるものでして、1000円あたりの消化ゲーム数が通常時ですね、これが47ゲームぐらい回る、まあ、AT 機にしては非常にコイン持ちがいい機械となっています。
まあ、その分の代償はもちろんあるわけです。それが何かっていうと AT の初当たりですね。これがかなり、やっぱそのね割り送ってるっていう感じかな。言い方を変えると1と6だと相当開きが出ますね。だからまあよく当たる台は、本当に高設定の可能性が高いというか、まあ、引きで低設定でよく当たってるっていうよりは設定が良くてよく当たってるっていう可能性の方が高いかなと個人的には思います。で通常時が、何で当たるかっていうと、まあ、メインはチャンスゾーンからの、解除がメインになるかなという気がします。まあ、打った感じですけどね。あとは、まあ、そのゲーム数ごとにチャンスゾーンみたいのがあるんですよね。チャンスゾーンって言ったらちょっと被るんで、チャンスゲーム数みたいな、例えば、まあ、オス番長で言ったら200ゲーム台とか400ゲーム台が熱かったと思うんですが、まあ、そういうような感じのゾーンがあります。あとは、確定薬とか、強チェリー強竹を引くと直撃あたりもあります。なので、まあ、その3つが、主なあたりですかね。ケーキというかポイントになります。あと天井が、1500ゲームぐらいということなんですけども、まあ、そもそもコイン持ちが非常によろしいので、まあ、3万円ちょっとあれば天井までいける計算になります。お、3姉妹でこれ外れるでしょうね。外れて前兆ステージ行くのか。あ、これは当たったんじゃない。当たりました。これチャンスゾーンだよね。はい、麻雀チャレンジです。でね、このね麻雀チャレンジも確かね2種類あるんですよ。2種類っていうかそのエクストラだったかな。エクストラの方に振り分けられやすいのは偶数設定の方が高かったと思います。なので、エクストラによく入る台は、まあ、設定6も期待度がアップするというふうに捉えて大丈夫だと思います。チャンスゾーンの、パターンが3つあると思うんですね。さやかもこの書いてありますけど、子役でチャンスアップで、レア役でチャンスアップ、これがもうすぐ結果が出るやつですね。僕これが好きなんでまずこれでいってみます。行きます。最初にね、なんかここでパワーを、ね、決める。クイーンパワーをで、ここのパワーが高いほど当たりやすいです。まあ、見た目通りなのかな。4分の1 25% 引ければ、はい、あー残念。ただ復活も確かあったはず。あー残念でした。同じ頃駅を挟んで反対側の日の丸新丸子東口パチンコ館では初心者菅谷咲の実践が始まろうとしていた。はい、では早速台を選びたいと思います。よし、じゃあ早速始めたいと思います。ちょっとよくわかんないですけど、マリモさんが教えてくださった右打ちあんまりやりすぎないようにということだったのでね、この辺かな。記念すべき1回転目。お、来た来た来た。おお。いきなり継続。今日はいけるんじゃないでしょうか。おお、なんかすごい。なんか出てきた。おーおーおー。演出がすごい。あー、揃わなかった。ダメだ、ダメか。来い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 。あー、リーチリーチ。あー、止まって。おー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 。あ、
なかなか手の合いみたいじゃない。次回流言飛び立て白銀の翼人。頭がなくなっちゃった。弾は気にしないで、激アツ演出です。おっと、最強リーチです。あ、なんかすごい演出が。あ、リーチ、リーチ、リーチ、来て来て、かっこいい、すごい。おーおーおお。大当たり濃厚ですが、せっかくのリーチなので見守りましょう。赤、熱い、熱いですよ。赤来ましたよ。熱いかも、やばい、やばいやばいやばい、来い来い。おお、かっこいい。来い、来て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 。お、長い長い長い。長い。お、やったじゃないですか。あー、当たった、やばい、当たっちゃった。すごい、お見事、まさかの2回転で大当たり。来た。あー、どうしよう、押す。あー、当たっちゃった、嬉しい。さあ、ここから ST に突入できるでしょうか。かっこいい、耐えて、お願い、勝って勝って、頑張って。あー、お願い。残念、時短での引き戻しに期待しましょう。早速保留が赤に変化しました。さあ、このチャンスを逃すわけにはいかない。お、お、リッチ、リッチ、来たよ。はい、おお、やりました、 ST 獲得です。当たったよ、すごい。わあ、すごい、どうしよう、すごい。絶頂ボーナス来ました。新基準 AT の性能が吉と出るか凶と出るか。150ゲームの天国を抜けてマリモは現在。さあ、間もなく400ゲームに到達です。一応400ゲーム台が確かチャンスゾーンというか、今1万円使ってるんですが、多分400ゲームちょっとぐらいしか回らないかな。1ゲームあたり5、6ゲーム多分少ない感じです。さあ、荒野ステージです。一応チャンスステージといいんでしょうか。まあ、これがなんか夕方になったりもしますけどね、背景が。さあ、ジャクタケ、一応赤保留があるのでパンダの色はこれで青なんで黄色まではいくかな。これでじゃあ緑までいく。さあ、緑、あ、ハットインが入ったので、ポッあれ、なんだっけこれ、忘れちった。全長ステージだったかな、これ、消化のとこ。おっ、ニールドック。
お、強チェリーです。3ポンポン。これは、これは当たれば、突破したらボーナスじゃないかな、これは。ボーナスか、AT か。ということは、これさっきの消化の時っていうのはゲーム数の方の延長ってことですか。ここでさらにか、ここはまあ、マージャーこの辺り2にもあった延長ステージです。こんなのがありましたね。同じタイトルというかネーミングだったか忘れました。ここはまあよくあるあの色が変わるほど期待度もアップする延長ステージ。あー弱い。番組史上最速のボーナスから ST へ突入した菅谷咲、16ラウンド約2240発、現役機種最高峰の出玉性能、目指せハニースパイスナンバーワン。お、あ、お、リーチ、リーチだよ、リーチだよ。え、勝って日の丸インフォメーション。日の丸インフォメーション。日の丸、下丸子店です。下丸子店です。下丸子をよく被ってるんですけども、下丸子です。最新電話入ってますので、最新電話何が入りましたかね。はい、ミリオンゴッド神々の外線が10台と、あとゴーゴージャグラー、こちらが8台導入されております。なるほど、私ずっと辞典の宣伝をしていると思っていました。ここは今撮ってるのが新丸子店ですね。そうです。で今宣伝されてるのが下丸子ですね。下間違え、間違えやすいですね、はい、間違えやすいです。よく電話もかかってきます。あ、やっぱそうなんですか。下丸子店ですか。それぞれあるんで、皆さん間違えないように、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お待ちしております。よろしくお願いします。お待ちします。マージャン物語4体あるんですけど、当たってないの僕だけですね。ケツ持ち担当です。いやー、1000ゲームハマりですわ、朝から。いやー、4桁ハマりか、朝一から。
びれますね。お、早い。おお。ロック、あ、両竹だ。これで直撃あたりも一応期待できると思います。さあ緑で、あ、3コンボいった。お、カラードだそうです。あ、ちょ、おーおーおー、なになになに、どうした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 、3回昇格。あ、もう止めていいの。強竹なんだ。これは当たるんじゃないかな。少なくともチャンスゾーンは当たってくれるんじゃないかな。あ、さあ直撃あたりをかけた連続演出です。まあ、ここで失敗してまた延長ステージ行ってって感じですかね。行きましたね。でここで、まあ、京竹とかゲーム数というより京竹のこの延長なのかな。これはお、これは当たんじゃないの。赤まで行ったもんな。お、さらに内部的に、おおおおおお、初めて見たな、こんな演出。あ、疑似連的なあれね。これは当たるだろう、いくらなんでも。1200ゲーム過ぎたところで、まあ、いろいろありまして、あ、3姉妹だ、4つ、期待度4つです。おお、来た来た来た、逆回転で運気上昇中と出ております。ドーン、やりました。本日初当たりは、おそらく竹直撃じゃないですかね。京竹の直撃だと思います。1206ゲームで結構使ったな、もうすでに。ひどい、いろいろひどい。さあこれ当たって、まずは突破ゾーンから始まりますね。でこれがあの AT1 のキャラを選びます。まあ、基本の次女でいきましょう、主人公で。最初はあれです、ゲーム数決めですね。ゲーム数じゃない、枚数です。枚数管理の AT なんて化け物語みたい。でここで揃えば揃うほど初期枚数が大きくなっていきます。この敵のキャラとか、あ、キャラじゃない、数とかが確か、このバーが揃うかどうかの期待度を示唆してたと思う。3回は揃うんだったかな。今回ちょっと少ないですね。さあ110枚ゲットして、多分ここからは揃うかどうかは分かりません、確か。さあどうだ。あ、残念。さあ初期枚数110枚で AT がスタートです。さあもうどうしようもないですね。110枚しかないのに一番強い敵です。で AT 中はまずバトルに発展するかどうかの抽選があって、それをパスしてバトルで勝てれば上乗せ、あるいは突破ゾーンに行きますね。
まあ、チャンス役を引くことが先決です、何にしても。でこれ最後にね、引き戻し的なものがあるんですけども、1回もバトルにも行かず、上乗せもない場合は、焼き鳥チャンスというものに10分の1で入るのかな、確かね。あ、残念、行きませんでした。で行かなかったんですが、ここで落ちれば、パトランランチャンスというね、前作でもあった、この引き戻しというか突破ゾーンに行くんですが、今のもなしで、その次に期待するのが初代モードというやつですね。で初代モードというのが、AT 終了後の7分の1ぐらいで行きます。パチンコの初めて出た麻雀物語の液晶が、パチンコ台がこちらの液晶に映し出されるものです。残念、そこにも行きませんでした。いやー、1200ハマって115枚か、切ないですね。なかなか何もが引き戻しに期待をかけている頃、駅の反対側で着々と出玉を減らしているサキチーの姿があった。エムラム来た、赤赤まで発展したので大チャンスです。あ、なんだこれは、せい、赤赤来た、赤来たよ、赤来た、来た来た来た、お願いお願い、おーすごい、おーなんだこれ、合体した、エンブレム合体したよ、お期待、熱いです熱いです、倒して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 、ダメか、お願いお願い、なんかなんか怒って、なんか怒ってよ、なし、あそこまで行ったのに悔しい。引き戻しが気になるマリモ、前半戦もラストスパート、なんとか1500枚の負債を完済して食事に行きたい。ここで、出るかどうか、チャンス役、はい出ました。一応これ内部的には2コンボという2コンボという扱いでいいと思います。さあここで、3コンボしております。全部弱チェだけど、最初のチェリーは分かんないか、あ、文字が赤いですよ。ね、お、幸福の湯、初めて行ったぞこんなステージ、なんだこりゃ、当たり確定か、幸福っていうぐらいだからね、なんか当たってんじゃないですかこれ、さすがに。一応チャンス役3コンボして、あー、なるほど、天国モードに行ってたのか、ゲーム数早い段階で当たりました、30ゲームかなで当たりです、連チャン。さやかがダメだったんで、じゃあ長女でいきましょう、窓か、お、続いた、140枚、はい残念、さっきよりは30枚多く、AT の初期枚数を取れました。お、一番得意にしてるキャラだ、
アーニャ、アーニャです、アーニャ。バトルに発展すれば、発展さえすれば勝てる可能性が高いですが、あー残念、また何もできませんでした。お、荒野の夜だ。お、やった。3連続。お、上がった。お、さらに、お、さらに上がった。お、ここで引いたらどうなるの、これ有効なの、これは。はい、いった。3回目、一回当たると席を切ったように当たりますね。まあ100枚ぐらいなんだけど。60、お、多い。さあどうだ。はい、残念、10枚です。さあ3連続何もなしでございました。焼き鳥も行かず、焼き鳥がね一番引き戻しと呼ばれるものの中では、期待度が、上乗せ期待度が高いらしいんですが、結局3回連続初期枚数から何か変化があることなく終わってしまいました。なかなか辛い前半戦でした。私は、あ、そうなんですか。まあ見てないから知らないだろうけど、はい。あなたは1000円で1万発出ました。5連続で。え、そんな出たの。はい。でもちょっとそんな出たのか。はい、今ちょっと減ってしまって今6000ちょっとですね。いや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 、でもそんなちょこっとで出たなら万々歳じゃないですか、はい。私は投資がね3万円ぐらい使いましたね。あ、はい、そうなんですね。獲得枚数が今どんなもんだろう、300枚ぐらいかな。だいたい1200枚ぐらいこうへこんでます、マイナスです。あ、今ね3店舗で実践してきて、この前の第3回の洋画店っていうところが一番ダメだったんですけど、はい、あ、そうなんですね。もしかしたら今日その順位がちょっと変動、下の方の変動が、はい、別になんかそのあんまりみんな興味ない下の方の変動があるかもしれない。上の方じゃなくて、はい、今現在2位なので私、まあ、なんでまあこの後2人ともね、同じ台を多分打つと思いますんで、後半戦も、はい、まあこの後どういった感じになるか、そのあたり楽しみにして後半戦も見ていただけたらと思います、はい。じゃあこの後も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。じゃあ次回もご覧ください。さよなら。じゃね、1位取るぞ。おー、継続。枝葉を半分近くまで減らした菅谷咲、朝一のビギナーズラックをもう一度見せてくれるのか。そしてマリモはさらなる継続に期待。かっこいいかな。最後まで勝ちを求め続ける。後半戦もお楽しみに。